その佐賀豪雨で被災し営業を停止して以来、明日1年ぶりに営業を再開する大町町唯一のパン屋があります。オープンを前にした店主の思いを取材しました。今月17日、トラックから運び込まれるたくさんの大きな機材。それを見つめていたのは大町町唯一のパン屋トミーのオーナー古賀和孝さん。8月28日、去年豪雨災害に見舞われてからちょうど1年の日に営業を再開することにしました。12月ぐらいからですね、もう機械に関してはずっといろいろと準備をしてたんで、していてやっと今回ね、やっと入るというような形なんですね。去年の豪雨の時、古賀さんは停電で機械が止まるのを心配して前日から店に待機していました。店舗の方と工場の方にもちょっと水が入り出したんで、最終的には腰あたりぐらいまで使っちゃったもので、店のカウンターは倒れ、機材の多くが浸水し使えなくなってしまいました。先代の母親から経営を引き継いだ古賀さんですが、一時は店を畳むことも考えたといいます。しばらく1ヶ月2ヶ月近くはやっぱり考えましたね。復旧下げるにもやっぱりパン屋さんって先行投資が大きいんで、資金がそれなりにかかるものですから、かなりちょっと悩んでたことは悩んでましたね。しかし古賀さんの気持ちを支えたのは、片付け作業を手伝ってくれた親戚や友人、そして大町町の人たちでした。町内の方がやっぱり顔を、ね、合わすと、また食べたいからまた作ってよと、頑張ってねって言っていただける方がたくさんいらっしゃって、また再度ね、なんとか やらんばいかんよねというような気にはなりましたね。 JR 大町駅の隣にもともとのお店がありました。そしてこちら、坂になって土地が少し高くなっているのが分かります。そしてこちら、もともとの場所からだいたい100メートルほどのところに新しくオープンすることになりました。わずか100メートルの移転、新天地は前の場所より1メートル近く高い土地で、去年の豪雨でも浸水を免れた町の物産展などが集まる施設。商工会から紹介されて町の公募に応募し、テナントとして入ることが決まったのが2月頃でした。半分近くぐらいは縮小してますよね。前の場所から行けばですね。まあ工場の方もそうなんですけど。金融機関からの融資と小規模事業者向けの国の補助金を受けて、旧店舗の清掃費と新店舗の改装費を捻出し、機材もほとんどを買い替えました。冷蔵庫だけは前の店にあったものを持ち込みましたが、冷えてない。冷えるね。いや、このトイレビルじゃなくて、電源を入れてもなかなか温度が下がりません。まあそういうことはあるあるですねやっぱりですね、1年経ってますからね。数時間後にようやく冷えて使うことができました。オープンの8日前、パンの試し焼きを始めます。作業そのもの自体がもう1年ぶりになりますんで、はい、1年間業者とのやり取りができなかったため、材料の調達先も以前と同じようにはいきません。同じ生イーストの機能になるんですけど、製造会社がやっぱり違うので、発酵度合いがですね、変わってきたりだとか、
パンの生地は置いているだけでも発酵するため、作業は時間との勝負でもあります。やっぱりスピードをもうちょっと早くやってやると生地がどんどん膨らんできちゃいますね。初焼きです。綺麗に映りますね。焼けてる状態が、ここの窓はですね、大きくなってる分ですね、やっぱり分かりやすいですね。まずこんな感じですね。焼き上がり具合もご覧になってるんですね。いやいや、全然ですね、今のところ。やっぱりこういったちょっとムラが今回出てると、と出来上がった後のやっぱり腰置きもしてますし、当日出せる状態までに完成させた上で、まあ、ご要望いただいてるパンの種類があるんで、その分を用意できればなと思ってます。店の SNS には常連客から食べたいパンの希望が届いています。我が家の定番、サンドイッチ、チーズパン、生クリームパン、ピロシキ、アメリカンドーナツ。48年前の創業以来、大町町とともに歩んできた手作りパン工房トミー。新たな船出に臨む古賀さんの今の思いは。まずはまあオープンして町内の方にですね、恩返しという形で、そうですね、応援があったからこそですね、やっぱりオープンというのはところまでね、飛びつけられたと思ってますんで、やっぱり皆さんの声は結構多かったのでですね、